エナジーは、韓国の5人組男性アイドルグループ、バンド。韓国アイドル界、第一世代。グループの名前は、ニューラジアンシーグループの略で、新たに輝くグループを意味する。ファンクラブもしくはファンの総称は、潜在一偶。風船などに使用される公式応援カラーはピンク。1997年10月28日にソバンチャのメンバーだった、キムテヒョンと、 チョン・ボングアンが設立したミュージックファクトリーより元ハモハモのイ・ソンジンとチョン・ミョンフンを中心にハモハモのバックダンサーだったのユミン、ムン・ソンフン、元ケビケビのキム・ファンソンを加えて一周できるさでデビュー。1999年に中国に進出、中国で高い人気を得て韓国歌手としては初めて中国の CF に出演した。 しかし1999年8月にリーダーのイ・ソン・ジンとチョン・ミョンフンが事務所との確執が原因で脱退。その後発売した世紀3週エナジー003話のユミン・ムン・ソン・フン、キム・ファンソンの3名で活動をした。2000年6月15日、海外での活動から帰国し風邪の症状を訴えて入院していたキム・ファンソンの病状が急転死死去。 2001年に発売された世紀4週でイ・ソンジンとチョンミョンフンがグループに復帰。2003年2月7日に世紀5週ヒットソングを発表し、デビュー6年ぶりに歌謡プログラムで1位を受賞をしたが、2005年末にムンソンフンが脱退。以降、グループとしては完全活動休止状態に入った。2016年に10年ぶりのファンミーティングを行い、 孫ン,ン、チョンミョンフンのユミンの3名で活動を再開、翌2017年にデビュー20周年記念アルバムを発売した。ありがとうございます。